通常なら営業している時間ですが、ご覧のようにシャッターが閉まったままで、店の前では労働組合の組合員が抗議のデモを行っています。全部シャッターで閉まってて、店がないから何もない感じがして、ちょっと寂しかったっていうか、買収とかな、あれのこと考えるとなんか不便だなっていう、こっちの思いだけじゃないかなって思います。西武池袋本店は労働組合のストライキで今日1日全館休業します。百貨店のストライキは61年ぶりのことです。そごう・西武をめぐっては親会社のセブン&アイ・ホールディングスが外資系ファンドへの売却を予定しています。雇用は維持すると伝えているものの、詳細について組合は納得しておらず、ストに踏み切ったものです。